某日東京都警察署あ、小島刑事、張り込み捜索お疲れ様です。あ、这有进来呢。35188仕事に真面目不真面目な警察、よく二日酔いのまま出勤したりしており、周囲からの信用はない。そういった態度から嫁にも愛想をつかされ離婚経験がある。つまり離婚な。いやー、お疲れ。って、うわ、酒臭。竹雄さん、また張り込み途中に飲みに行ってたんですか？なあなあ。大丈夫なんですか？さすがに勤務態度が悪すぎなんじゃ。うーん、大丈夫に決まってるだろう。俺はベテラン刑事だぞ。あとは後輩に任せてきたから大丈夫だ。いや、それ全然大丈夫な理由になってませんけど。その人に注意してたって無駄よ。え、マッキー、竟然是警察哦、在这里。高山刑事、お疲れ様です。高山マッキー、何にでも好奇心防止な。で、正義感というより、好奇心から様々な事件に首を突っ込む癖がある。最近は警察よりも、刑事などの仕事に興味が湧いてきているようだ。ジラマ、はぁ、あ。そんなだらしない態度で、よくベテラン刑事だなんて言えるわね。そんな仕事にいつまでも続けていったら、いつか首切られるわね、わよ。うるせえな。ほっとけ。まあいいわ。じゃあ私はこれから捜査に出るから、これで失礼するわよね。はあ、おいおい、もう夜だぜ。今から捜査に出るのか。ええ、少し気になる事件があって。はあ、お前は新人の頃からいつもそうだったよな。いろんな事件に首突っ込んでよ。何？文句あるの？まあ、仕事熱心なのは感心するが、妙なことに首を突っ込むと痛い目を見るぞ。妙なことって何よ。私はただ、警察官として真実を突き止めたくて。失礼。少し道を開けてもらいたい。え？ああ。ごめんなさい。ん？なんだ、スーツを着た男たちがゾロゾロと。SP か。SP? どうして SP が警察に？さあ、誰かお偉いさんでも来てんじゃねえのか？それでは、私たちはこれで失礼します。这个人看起来有一点点像那个利古鲁，不为什么？哎，竟然不是，他是口一字米。口一字母先生，本日はお忙し中に足を運んでいただきありがとうございます。いやいや、これも日本のためですから。今年は東京オリンピックも開催されますし、今後は警察と自衛隊が力を合わせなくてはなりません。そのための会議があれば、喜んで参加させていただいていただきます。さすが、小泉先生。今後とも、どうぞよろしくお願いします。こちらこそ。あれは、長官だよな。なんであんな偉い人が。それに、隣にいる男。あんなに若いのに長官から警護を使われてなんて、一体何者なんだ？あれってまさか。
你是警察，超级不适合的。哦哦，誰かと思えば、超ビッグな人が来てるじゃん。う、びっくりした。赤村警部、お疲れ様です。赤村翔馬、警察庁に勤めるエリート警察官、見た目や見当はチャラいが、レディーファーストを繋いでおり、女性を大事にする紳士だ。警察の中でも言い寄ってくる女性は多いが、彼女はいないらしい。はーい、お疲れ。今日も相変わらず可愛いな、マクちゃん。そういうのはやめてください。セクハラですよ。厳しいところもすごく見ろできて。はぁ、冗談はその辺にしてください。おい、それよりショモさん。あそこにいるやつは一体誰なんだ？え？竹雄さん、まさかあの人を知らねえの？今話題の超人気、国会議員、小泉源次郎じゃねえか。小泉源次郎？誰だそりゃ。はぁ、よくそんなので刑事を務まるのはね。彼はね、今、日本で一番勢いのある国会議員なのよ。国会議員？小泉源次郎、32歳。32歳、你怎么看得不像啊？这个，我的天哪，超级不像32歳。那看起来只有20出头位好吗？元自衛官出身で、彼の活躍は政治だけにとどまらず、そのルックスとスタイルの良さから、テレビや CM にも引っ張りだこの超売れっ子議員さんって言ってなわけ。すごいな。あの超有名人を知らないなんて、竹雄さん、あなた相当やばいわよ。そこまで言わなくてもいいだろう。うん。だがよ、彼はまだ30代ハンバーだろ。あの若さでここまで出世するなんて普通じゃありえないし。なんか お偉いさんの子にでも使ったんじゃねえかのか。ちょっと、竹雄さん、あなた少し声が大きいわよ。やはり君たちもそう思いかい？おー、被惊到了。あんたは、すまないね。盗み聞きするつもりはなかったんだが、私のことを話していたようだったから、つい気になってしまって。小泉源次郎。哇、这185年还蛮高的ね。女性支持率ナンバーワンの国外議員、そのルックスとスタイルの良さからテレビのや雑誌に引っ張りだこ、広告のモデルにもなっていて、街を歩けば彼の写真ばかり貼られている。政治家として子供の教育に力を入れていてる。哇、他有小孩了、他已经结婚了。その、申し訳ありません。うちの部下たちが失礼なことを。いいんだ。そういった世論があるのは知っているからね。今更気にしないよさ。先生。あ、有泪痣ね。そろそろ次の予定のお時間が。ああ、ありがとう、春一くん。彼は私の秘書の天谷春一くんです。はじめまして。秘書の天谷春一くんです。天谷春一。22歳、还蛮年轻的ね。差10歳ね。179、也是蛮高的ね。哇塞、各种高来高去。若くして国会議員の秘書を務めている。大学時代からよく小泉の講演会に出向いており、その熱心な態度と能力を売られて秘書になった。優しい性格で、密かにファンも多い。へぇ、随分 お若い秘書を雇われているんですね。ええ、よく言われます。彼は今22歳で、最近、秘書になってばかりなんですが、すごく優秀な子なんですよ。
いやいや、俺なんてまだまだなんで、いつも先生のおそばで勉強させてもらってますから。すごく謙遜な子じゃないですか。自分のことをベテラン刑事とか言われてようなどこかの誰かさんとは大違いね。なんで俺の方を見るんだよ。先生、そろそろ行かないと。おっと、そうだった、次が冴えているだったね。すみません、これからテレビの収録が入っているので、私はこれで失礼します。またどこかで。擦擦擦。为什么我觉得好像有什么内幕啊？这种温柔的角色真的会这么温柔吗？我觉得可以。一旦はね。ああ。それにしても二人ともかなりのイケメンだったのね。あのルックスなら女の子も一頃だろうな。ああ、同じ男として悔しいぜ。別に比べるものでもないんじゃないですか。じゃあ私もそろそろ捜査に行かないと。ん？こんな時間に一人で捜査？ええ、ちょっと。なんか気になる事件があるみたいだよってよ。其实我说真的啦，他穿这件衣服，这个贱男啦，他穿这件衣服看起来比较瘦哎，可能是因为他原本的那个设计，他那个衣服很胖的关系吧，所以那个看起来超级超级胖的，这个看起来就瘦下来的感觉，有一种瘦下来的感觉。気になる事件、それってもしかして半年前に起きた自殺のこと？どうしてそれを？まあ最近脇さんがやたらあの事件について調べているのは気づいていたからさ。全部を見通しなんですね。ええ、私が捜査しているのは半年前の事件です。半年前、とある子で足に重荷をつけて溺れている男の死体が見つかった。哦，就是那个开头死掉的那个男人吧。現場には遺書も残されていて、すぐに自殺と判断されてしまった事件よ。そりゃそんな事件あったぞな。そんな前の事件をまだ追っていたのか。私はあの事件がただの自殺だとは思えないの。自殺だとは思えない？何か証拠でも見つけたのか。ううん、まだ証拠は見つかってないけど、でもどうしても引っかかるものがあって。なるほど、マキさんは仕事熱心で本当すごいね。ありがとうございます。だがその時期の捜査は注意してもらうよ。居然是不是あ、那个赤唇是不是知道什么事情啊？どうして？親からの指示なんだよ。そんな、いきなりなんで？さあな、俺にも詳しい理由はわからないが、おそらく東京オリンピックの開催が近づいてきているし、不審な事件がこうになって諸外国からマイナスイメージがつくのを避けるためとか。なるほど。でも、だからって警察が事件の真実を明らかに しないのはおかしいわ。ふん、まあマキさんの言い分もわかる。だが親からの命令に裂けば重たい罪になるかこともわかっているんだろう。それはなあ、マキさん、ここは一旦落ち着こうぜ。仕事熱心なのはわかるが、あまりめんどくさいことに首を突っ込みすぎだよ。めんどくさいことって何よ。いつもサボってばかりのダメ刑事に言われたくないわ。うっ、ダメ刑事ってそんな言い方ねえだろ。ふん。でも竹尾さんの言ってることはあながち間違いでもないと思うぜ。え？世の中には踏み込みすぎない方がいいことだってある。社会の闇というのは俺たちが思っている以上に危険だからな。危険？俺は事件の真実とかそんなことより、可愛いマキちゃんが無事であることの方が大事だよ。
なんて。赤村警部、ふざけないでください。私は真剣に話してるんですけど。ふざけてねえよ。俺は真面目に話してるぜ。ねえ、だから今度の週末にデートしようよ。なんでそういう話につながるかちょっと理解に苦しみますね。はあ、相変わらずマキちゃんはガードが硬いな。まあそこがまた魅力的なんですけどね。はあ、でも俺のアドバイスは本当に聞いてた方がいいと思うよ。どうやら専門家がおかげ動き出すらしいからさ。専門家？ああ、きっともうじき奴らが動き出す頃だろう。奴ら？それってまさか、あの、怪盗集団、ハントムルフのことですか？居然是、他居然是那个什么集团、居然是这种意思哦、哇塞。へえ、マキスも知っているんだな。当たり前じゃないですか。今の世の中、警察官としていて、彼らを知らない人なんていない。哦、他们是ファントムウルフ哦。ほほほ、居然是他们哦。新宿歌舞伎町を中心に活動する4人組の怪盗。怪盗団、ピノノワル。原宿を中心に活動する4人組の怪盗。怪盗団、ネコキャッツニャ。渋谷を中心に活動する2人組の怪盗。怪盗団、フォレストブラザー。真的是、フォレスト、森林吗？池袋を中心に活動する4人組の怪盗団、マスク・ダ・ウルフ。そして最近、新たな情報が出回り始めた3人組の怪盗。这个就是怪盗里面出现的那三个人吧。怪盗団、ヤカタ。真的是超级白话的、ヤカタ。这是宅院的那个ヤカタ吧。ある時から、突入として現れた謎の怪盗集団。目撃情報がただあるけど、その正体は誰も知らない。ただ唯一分かっているのは、彼らは金のためなら、たとえどんな手を使っても必ずターゲットを盗み出す大悪党であるということ。大悪党ね。ん？どうかしましたか？いや、なんでもないよ。は？ですが、その奴らがなぜ今回の事件に関わってくるんですか？それは、俺の勘かな。え？勘？ああ、ただ俺の経験上、この手の怪しい事件には必ずファントムウルフの奴らが現れる。何かを盗みにな。はあ。でも、その何かって一体。東京あるところ、ファントムウルフ本部。お待たせ。What the？ 等一下、他这一次居然不是警察方了吗？遅いですよ、卒業さん。ごめん、ちょっと仮眠していたら、二度寝ちゃって。わかりました。怪盗組織ファントムウルフのボス、依頼が来たら怪盗団たちに指令を出している。昔は怪盗をしていたみたいだが、今は訳あって引退している。よく寝坊してしまうため、相棒の椿に送られている。居然吗？Oh my god！ 而且他在这里的设计也是有披着一个外套，可是这次有抱着一只猫就是。またですか。そうしようの相棒。普段は依頼の整理や怪盗団たちのサポートをしている。体力、知力どれを取っていても誰にも負けない
行動の才能を持ち主。ソシロとは昔、怪盗としてチームを組んでいた。とにかく、もう準備は整えています。早くしてください。さすが椿ちゃん、仕事は早いね。いつもありがとう。ファントムウルフの諸君、調子はどう？今日は突然連絡してごめんね。突然だけど、君たちに緊急の極密依頼が入っていたんだ。今回も君たちに盗んでほしいものがある。もちろん報酬はかなり弾むので期待してね。それでは、今回君たちに盗んでほしいものもは、1ヶ月前から行方不明になっているクリミア・ノリスケという男の子だよ。どのグループが盗んできても構わない。とにかく、なるべく早くこの男の子を無事に盗んできてほしい。それじゃあ、そういうことだから、あとは頼んだよ、ファントムウルフ諸君。什么鬼？ノリスケ、ノリスケ不就是那个、在官方有出现过的那个新角色吗？新宿、歌舞伎町にある、とあるバー。海賊館、ピノノワル、本基地。ピロン。みんな、ボスから依頼が来たわよ。海賊団ピノノワールのリーダー、普段は敏腕弁護士として活躍している。強すぎる正義感からよく周囲と衝突する。自分のキャリアのを高めるために日々努力している。マジか。最近少しだけ人気が出てきた舞台俳優。売れない時代が長く、芸能人のゴシップや事件の盗撮などを SNS に投稿して人気を集めようにとしていた過去がある。そういった裏の情報を集めるのが得意であり、結果的に裏では回答をしている。それで、今回のターゲットは、普段は中学の国語教師をしている。しかし、教師自体にやりがいは見出していない。小説や文学がとても好きで、自分でも本を書いていて、コンクールに投稿しているらしい。もじゃもじゃの頭は小さい頃からの天然パーマである。どうしたんだい、美穂さん。哦，你这次你这个服装不知道为什么我看的好像很不习惯，怎么办？さしが薄そうな精神科医、外科医を目指していたが、字が苦手で精神科医になっていた。そのため医者である自分にプライドはない。今回の依頼ターゲットは少し変なの。ん？ターゲットが少し変とは？今回私たちが盗むターゲットは。栗山ノリスケっていい男の子みたい。人間がターゲット？人間を盗むなんて珍しい依頼だな。ふむ、なんだか怪しい匂いがします。今回の依頼は少しばかり厄介な仕事になりそうだね。どうする？依頼を受けるのかい？まあ報酬もかなり弾んでくれるみたいだし、やらないわけにはいかないわね。そう来なくちゃね。最近若手の追い上げもすごいから、ここらで格の違いを見せつけらやろうぜ。そうだね。楽しみですね。春宿にあるとある喫茶店。海賊団ネコキャッツニャ本基地。いやー、ラキナが買ってきてくれたケーキ、超うめえなー。メリーウォルフ。さあ、しよう。为什么直接把メリーがウォルフの那个名字放在这里的。メリーウォルフ学園、高校の2年生。怪盗団猫キャッツニャーのリーダー。今は毒舌で気が強いが、いじめられていた過去がある。高校生だからよく小学生と間違われることに
悩んでいる。やっぱりそうすか？このケーキのお店、今日オープンしたばっかりで、めっちゃ並んで買ってきたんすよ。メリーウルフ学園高校の1年生、怪盗団猫キャッツニャーのムードメーカー。サバゲーが好きで様々な道具をチームに持ち込む。いつも明るくて、学では女子にも男子にも人気がある。へぇ。あ、そや、この店。テレビ持ってで見た気がするな。確か、小泉ってタレントが紹介してたような。あ、今の人気のあの国会議員タレントっすね。なるほど。だから今回オープンしたばかりなのに、序列ができてたんですね。それにしても、ケーキめっちゃうめえ。いやー、買ってきてよかったっす。もう一つ食ってもいいか？いいっすよ。結構たくさん買ってきたので。サンキュー。ラキナさん、私も食べていいですか？我竟然二十岁，年纪比较大一点。人家他是高中生呢。メリーウルフ学園高校の3年生、引きこもりの期間があったため、20歳だが高校3年生である。オカルト好きで学校でも浮いていたが、リツに誘われて怪盗団に入った。兄の仕草とリツに特に懐いている。もちろん OK っすよ。じゃあ、チエさんはこっちのタピオカケーキをどうぞっす。は？珍珠奶茶蛋糕、わっと。ありがとうございます。あと、レイトくんは、ははは、休息しよう。メリーウルフ学園高校の1年生。等下、这件衣服不是一开始那个零人加入的时候的衣服吗？所以他是直接把他们拿来设计在翻动物这个幻影狼里面的那个衣服要用是放在那个标题那边是不是？哇塞耶！我想说那个衣服好像没看过，原来是在这边啊。其实，子供の頃からヒーローは憧れている。ヒーローになりたくて怪盗団に入った。ビジュアルがよく女子生徒のファンも多いが、本人はヒーローのことしか頭にない。また寝ているっす。レイトも相変わらずだな。とりあえず、レイトの分をの、まあ、残して言っておいて、後で起きた時に壊せりゃいいだろう。そうっすね。Oh my god, 千草に出現了。みんな楽しそうだな。あ、お兄ちゃん。いつも邪魔して悪いな、ジグサ。ううん、知恵の大事なお友達だからね。遠慮はいらないな。29歳の夏、それは9、差9歳の。知恵の兄であり、喫茶店。What the? ナンバーダフ。这个ナンマダブのマスター、妹思いで、いつも知恵のことを心配している。知恵行く。一度も怒ったところは、もう見たことがないらしい。それと、はい、これ。わー、ココアス。当店からのサービスです。ありがとう、兄ちゃん。ゆっくりしててね。わーい、わーい。それにしても、レイト君、起きないっすね。それにしても、よくもまあ、それにしても、よくもまあ、こんなに寝てられるんだよね。为什么两个人都在那说你是魔啊？すごい気持ち良さそうな顔で寝てますね。少しいたずらしちゃいましょう。いいえ。お兄ちゃん、いつの間にそこに？たった今だよ。まったく、
チアは昔から寝てる人にいたずらするのが好きだったけど、まだその癖が抜けていないなんて兄として心配だね。お兄ちゃん、それは。ん？誰かのスマホが鳴ってるぞ。音の方向的にレイト君じゃないっすか？こんなに気持ちよさそうなに寝てるところは悪いけど。おーい、レイト君、スマホが鳴ってるよ。千代さん、おはようございます。もう朝ですか？レイト君は変わらず面白いね。お休みのところ悪いけど、スマホが鳴ってるみたいだよ。スマホ？本当だ。ありがとうございます。ちぐささん、教えてくれて。誰からだろう。ピ、これってねえ、みんな新しい依頼が来たよ。依頼？本当っすか？それでどんな依頼なんですか？それが今回のターゲットは人間みたいで。人間？なんか危険な匂いがしますね。もっと詳しく聞かせろ。